キチャンネル。ちょっ、さあ4月1日月曜日です。総チェックエイプリルフールですけど、佐々木チャンネル何も起きません。もうそんな記憶ないです。あ、そうそう、4月1日ねエイプリルフールということでビックリマンの日でございます。佐々木ビックリマン終身名誉 PR 大使ということで、エイプリルフール嘘をついてびっくりさせるでビックリマンの日っていうことでね、しっかり記念日協会にも認定されます。佐々木は朝から移動して明日滋賀県で行われるビックリマンのイベントに参加しますので、今夜中ですけども元気に頑張って、撮ってます。やっと、前試合日曜日のやつも、今日はね日刊スポーツの評論でロッテ対日本ハムは試合見てね、評論書いてます。日刊スポーツね紙面にも載ってますし、上にもウェブにもね載ってますので、ぜひ、見てください。今日は朝からねアベマで、ドジャース対カージナス試合ねアベマで解説しましたけども、なんと、最後追いついて延長になったということで、佐々木、日刊の評論に行かなきゃいけなかったんで時間切れで退場ってね、雨の中断がなかったら全然行けたんだけどね、なってしまいましたね。さあということでね、びっくりしたね試合展開もいっぱいありましたけどもですね、佐々木、開幕戦のね総チェックは金曜日にね、まあ土曜日かの朝ぐらいかね出てますけども、それと合わせてねぜひ見ていただければ開幕3連戦の総チェックになっていきたいと思います。ということで、月曜日今季初のね、3カード合わせた総チェックぜひご覧ください。さあまずはパリーグ、ロッテ対日本ハム、金曜日はね、1対4で日本ハムが勝利っていうところで、土曜日、3対0で、ロッテ、そして日曜日31日2対3で日本ハムということで、日本ハムが開幕カード2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、土曜日ね、3対0で、ロッテということで、ロッテ先発種市ね、6回102球2安打8三振3四球無失点というところで、まあ、若干ね制球定まらないところもあったけどもね、まあ、きっちりいい形のね、ピッチングになったんじゃないのかなっていうね、フォークもしっかり落ちたしね、三振も端っこ取ってっていうところもありましたけどね、初回もね3者連続三振っていうところで非常にいい形でね、抑えたっていうね、でまあピンチは作ってもねそこきっちり抑えたっていうところでもね、しっかり試合を作って勝ち投手になったっていうところはね、種市自身の開幕戦ではいいピッチングだったんじゃないでしょうか。で日本ハム先発加藤ね、6回76球4安打2三振無四球3失点とね、まあフォアボール出さないね、まあ加藤鷹ねらしいねピッチングなったけどもっていうね、ところでまあ、若干ね守備に回し引っ張られたかなっていうねところはね、あるけどもね、内容ピッチングの内容自体はね、非常に良かったんじゃないのかなと思います。まあ、その中でね、まずは4回表ねノーアウト1、2塁日本ハムの攻撃っていうところで、先頭万波フォアボールでマルチネスフォアボール、ここがね一番の、種市のねピンチだったところかなと。で5番野村っていうところでここね2ボールになるの、2ボールで2ボールになった時に次のねストレートね中途半端なスイングでのファール、ここねもうねやっぱこれが野村がねこれからもっと体制してね大きく成長していくためにはもうこのツーボールの時のこのストレートねもう思い切ってやっぱ振ってほしかったね。あのなんか中途半端なねスイングでファールっていうんでもったいない。でその後アウトコースのストレートを見逃してでスリーボールツーストライクになってね、最後は見逃し三振っていうところでね、まあ、フォークボールが気になったっていうところもあるかもしれないけど、チャンスだからね、ここを思い切っていってほしかったなと。で、その後、レイエスも三振、水野がピッチャーゴロというところで、無得点。ここで1点でも取ってたら、日本ハムね、ペースで、まあ、加藤もね、波に乗れてっていうところもあったしね、一気に3連勝っていうところもね、まあ、日曜日の結果だけ見ればね、見えてきたんじゃないのかなと。このね、ここ中途半端大きかったね。で、そのね、4回裏、ロッテの攻撃。ノーアウト二塁ね、いきなり荻野がね、レフトへのツーベース。結局頼りのベテラン荻野。だから俺何回も言ってるやん。結局荻野っていうね。で、ツーベースを打って。で、ここでね、2番藤岡がね、三遊間寄りのショートゴロ。で、これを水野が取って、荻野がね、まあ基本的には自分より右の打球はね、スタートしないんだけども、右の打球だけどスタートして、ショートね、水野も三遊間の球を取って、三塁に投げたけども、それちゃってね、セーフ。あれちゃんと投げてたらアウトよ。で、まあ、あそこからねファーストはね多分あのまま投げてもセーフだったと思う。あの藤岡っていうところもね、考えてもだからねサード投げを選択も良かったと思う俺はね。でもちょっとそれて追い立ち気味になって荻野が手伝って抑えていくんでセーフっていうね、あれちゃんと投げてたらアウト。でその後ね、外がセンターへのタイムリーツーベースっていうところで一気に2点入るんだけど、だからここもったいないよね。あそこ3塁アウトにしてたらひょっとしたら0点っていうところもあっただけにね、もったいない。
で、6回裏もね、マリンズの得点、先頭荻野がね、センター前、やっぱり荻野、ね。で、藤岡がレフト前ヒット。で、ノーアウト1、塁から、ここでね、ワイルドピッチっていうところで、まあ、ここキャッチャータミヤね、あれのワイルドピッチはね、止めるっていうよりね、グラブでもう取っちゃった方がよかったね。もう、あれ見てたらね、取れるはず、ブロッキングの姿勢にってね。で、大きく弾いて、ランナー2、3塁になって、で、ここね、外が犠牲フライを打って3点。まあ、この3対0っていうところでね、外がね、3打点全てになったんだけども、ここね、外ね、この、ツーベース打った時もそうなんだけど、外のチェンジアップ、落ちる系でね、空振り取ってんの。それは前の日の伊藤の時もそうだったんだけど、いい形で追い込んで、今度インコース詰まらせる時に、このね、4回裏のツーベースの時も甘め入っちゃったし、この犠牲フライもね、これまっすぐ甘めに入っちゃったのよ。ここのね、ちょっとミスコントロールがね、加藤としては痛かったかなっていうね。あとは水野ね、ちゃんと投げる時はアウトだったけど、っていうね。アイディアと発想と瞬発力は良かったけどね、ちょっと技術がついてこなかったっていうね。で、これがね、こっからがまたファイターズのね、去年からの課題。ね、9回裏ワンアウト2塁でね、バッターマルチネスのセンターフライ、セカンドランナー万波がなぜかタッチアップして、しかも中途半端なスタート。中途半端な。なぜ行くんだったら行くで、もう一目散で行かない。もうなんかちょっと最初緩めに入ってからスタートして、タイミングはね、完全にセーフだったけども、スライディングした足が離れてね、そこ浮上がね、よく働いたところ見ててね、きっちり審判を目の前で見てたからね、映像では映ってなかったけど、アウトなんでしょ。ね。で、これでゲームセットっていうね、ところでよ。去年もそうなのよ。ランナー二塁でヒット打って、ホーム全然セーフなのに無駄にセカンド狙って挟まれてアウトになったりとか、ランナー1塁でセカンドランナーホーム楽々セーフなのになぜかファーストランナーもサード狙っちゃってイージーで挟まれてアウトだったりとか、もうちょっと考えよう、野球のをつけよう。3対0でタッチアップしてサード行ってなんか得なことあるんかっていうね、誰が考えてもわかるやん、正直ね。ストップでしょっていうね。でも完璧にタイミングセーフだったけどね、セーフだったけども、セーフだったとしてもよ、行く必要ないんだよ。全くもって。無駄な努力。本当に。そういったところで、しかもね、これでゲームセットだからね。この後万が一繋がってね、この日曜日のね、今日の試合のように繋がって、ひょっとしたら同点追いついたかもしれないというところは、去年からもそうなのよ。チーム全体。もうちょっと考えて野球しよう。ね。で、31日の試合ね、3対2で日本ハムの勝ちっていうところで、まあ、この日先発ね、佐々木朗希、5回95球、6安打7三振、1四球1失点っていうところで、まあ、非常に良かったと思う。オープン戦の時はね、若干ちょっとホームのバランス悪いなと思って見てたんだけど、ホームのバランスも良かったし、シュート回転する球もね、ほぼなかったというか少なかったしね、思い通りのところに、で、投げ方もね、この右腕がすごくコンパクトに出てきてね、遠心力に負けないで、これコンパクトに出てきて、体の使い方もいいからね、シュート回転する球も少ないし、アウトコースのストレートもバシッとね、角度持って決められたっていうところもあるしね、そういったところはね、非常に良かった。しかも強弱もつけてたしね、ランナーいるときといないところでね、いないときはね、バランスよく投げて、いるときはちょっと力入れるっていうところで、そういったメリハリもね、やっていければね、長いイニング投げれるようになるし、体の疲労度っていうのもね、多少軽減されることもあるから、ダルビッシュとかマークもね、最初はもう全力で投げてたけども、どんどんね、ランナーいないときとピンチのときでは強弱つけてやることになって、ね、凄まじく威力が増したっていうね、戦ってて経験あるけども、まあそういったようなね、ちょっと大人になったようなピッチングのように見えたですね。でも問題は周りよ、ね。佐藤としてはね、ワイルドピッチ外したらもう最後ね、もうワンパンも必死で、もう低めのキャッチングほぼちゃんとできてない。だからちょっとね、球が速いとか言い訳になんねえから、そこはもうちゃんと練習して頑張っていこう。あとはスティーブンズのね、セーフティーバンドっていうところもあるけども、まあ、昨年ね、佐々木朗希ちょっとね、フィールディング周りが上手くないっていうところで、ね、これからも他のチームもね、ちょっと狙われたりね、ああいうセーフティーバンドとか仕掛けがね、あるから、まあサード中村がまだ不慣れだからね、ちょっとダッシュ遅かったりするから、そこら辺うまくコンビネーションやんないと、ついてこられるっていうところがあるから、そういったところはね、課題かな。で、ピッチング自体はね、いい形で投げれたと思います。日本ハム先発上原ね、4回62球、8安打2三振、2四球2失点っていうところで、まあ4イニングで交代だったけどね、自分の仕事はきっちりできて、いい形のね、昨年と同じようなピッチングはね、できたんじゃないでしょうか。で、ロッテはね、3回裏、先頭藤岡フォアボール、その三振するけども、ポランコが、ライト前ヒット。で、ワンアウト一三塁になって、ね、山口のショートでね、タイムリー内安打。ここでね、水野が悪送球するんだけど、まあ、あれ、まあ、その後ね、上原がしっかり抑えて、安田を三振してね、茶谷をアウトに取って、こう、1失点しかなかったからね、多分あれ取ってもね、まあ、ダブルプレーは取れないし、セカンドもね、ちゃんと投げててもアウトかセーフがギリギリだったから、まあ、三塁にやってエラーがついたっていうところはね、ちょっと反省点だけども、まあ、ちゃんと投げててもセーフのタイミングように見えたけどね、逆に言うとロッテ、
取れる時に取らないから負けちゃうよっていうところで、こうやってね、ワンアウト一三塁でも安田が三振して点、追加点取れると相手がミスしてくれてんのにね。で、4回の裏、中村がツーベースで、佐藤がライト前ヒット。で、ノーアウト一三塁からね、和田の、犠牲フライっていうところで、まあ、2点目を取ってね。で、まあ、これでね、いい形でいけるかなっていうところで、5回の表ね、日本ハム、水野がライト前、で、細川がライト前ヒット。で、ノーアウト一三塁からスティーブンズのね、ダブルプレーの間に1点を返す。まあ、これ最低限ね、1点最低限取れたっていうところは、まあ、ダブルプレーでもチームとしたら良かったかなと。やっぱりロッテはね、やっぱこの日曜日はやっぱ取れる時に取り切れてないんだよね。まあ初回もね、ツーアウトからポランコが内野安打。で、山口がフォアボール。で、ノーアウト1塁になって安田がね、ライトへヒット打つもセカンドランナーポランコがアウトっていうんで、ホームで。まあでもここはね、万波、そして、セカンドの、細川。これめちゃくちゃいい中継だったね。ホームね、まあポランコに早く走れっていうのもね、これは かなり無理があるからね。そういったところでこのね、中継ね。あれも万波もね、無理に一人で投げなくてよかったよね。カットマンちゃんと使ってっていうところでは、非常にね、冷静に状況判断ができたね、プレーだったと思います。で、この3回のね、エラーした後のヒットが打てないっていう、ところもそうだしね。7回ね、先頭外がセンター前ヒットで出るけども、その後ね、ブランコ、山口っていうところが続けてね、ダブルプレー。ね。8回裏もね、先頭安田がフォアボール。で、茶谷が送りバントを決めて、中村がね、センター前ヒット。ね。で、こうスタート遅れてね、友杉が。ちょっとライナー気味だったからね。でもあれね、スタートしっかりしてても、あんだけセンター前来てたらね、多分ホームには帰ってこれてない。どっちにしても。で、ワンアウト一三塁になって、初球ね、佐藤投手はセーフティースクイズ、キャッチャーフライ、バーッと。こういうところよ。ね。ここでもう1点ちゃんと取ってたら、ね。こんなことなってなかったかと思う。佐々木朗希にも一生つけれてたと思う。ね。で、9回表、マスターが上がって、ワンアウトがレイエスフォアボール。で、ワンアウト1塁がタミヤがね、タイムリースリーベース、ファーストランナーレイエスに代わってダイソー磯畑っていうところだけども、これもよ、センター和田とライト山口が交錯して、グラブが当たって、で、落として、で、タイムリースリーベース。まあ正直エラーみたいなもんだけどね。で、その後水野が、ライトへ勝ち越しのタイムリーヒットを打って、まあ、3対2でね、逆転っていうね、ところで何やっとんちって、ね。歓声があって声が聞こえなかったっていう人いるかもわかんないけど、そんなの言い訳になんないからね。どこも一緒だから。どこも。それを連携するのがプロじゃん。それをキャンプでやってんじゃないのっていうね。で、落として、バスターも、おいおい、何やってんだよぐらいの顔してたけどね。で、9回もね、ワンアウト一塁から、一塁ランナー浮上がね、ポランコのセカンドランナーね、戻れず、ダブルプレーって言ってね。だからもう取れる時に取らないで、相手のミスをつけないで、こっちがミスして点を上げる。それは負けますよっていうね。ところで。まあでも逆に日本ハムはね、そういった相手のミスをね、しっかりね、チャンスに生かして得点をして、最後ね、あのまま延長行くんじゃなくて、水野がしっかり決めきるっていうところでは、水野、頑張って。素晴らしい試合展開だったと思います。結果はね、日本ハムの2勝1敗で、開幕ゲーム勝ち越しでした。続いて、楽天対西武。金曜日0対1で西武。そして土曜日が2対8で西武。そして、日曜日、4対3で楽天ということで、2勝1敗で西武の勝ち越し開幕ゲームになりましたけども、日曜日勝利ということで、今井監督、ゴリ、初勝利おめでとう。ね。ゲッチ。まあ、初勝利はね、1勝で1回だけだからね、よかったね。しかもさよならっていうところでね。まあ、金曜日の試合はね、2対8で西武の勝ちっていうところで、西武先発隅田ね、5回3分の2、96球、6安打6三振、3四球2失点っていうね、ところで、若干ね、立ち上がり変化球が浮いたところをね、仕留められたっていうのもあるけども、まあ、それ以降はね、本当にチェンジアップ落ちる球、めちゃくちゃ落差もあって低めに決まってね、いいピッチングできたし、このね、初登板で1勝したっていうところはね、昨年一つね、10勝に届かなかったことを考えれば、これはかなりね、いいスタート、なったんじゃないのかなっていうね。で、その中でね、6回裏の楽天の攻撃でね、まあ、先頭ね、移動のところでブランドがね、ファンブレーラー、バーッと。ね。で、辰巳がセカンドゴロ、太田フォアボール。で、村林が、三振してアウトになったところでね、ツーアウト一塁で、ここで小深田で、まあ、左対左だからね、そのままでもよかったけど、ピッチャー交代でね、佐藤を出して、佐藤がね、小深田レフトフライで打ち取ってっていうところで、ここはね、松井監督のね、投手交代、采配も冴えたなっていうね。ところでは、グッサイハイだったと思います。
攻撃としてはね、西武もね、初回、先頭金子がセンター前ヒット。で、ノーアウト一塁からね、コルデロがライト前タイムリーツーベースっていうところでね、いい形で先制。でもその後ね、トノサイがセカンドゴロで進塁打打って、ワンアウト三塁になったけども、アギラ、中村拓也がね、連続三振っていうところで、ここでもう一点ね、取りたかったなっていうね。でも楽天はね、二回裏、辰巳がね、スリーベース。で、大田が同点タイムリー。で、村林がバンドで送って、小深田がセカンドゴロ。で、まあ、ツーアウトながら進塁打になって、ツーアウト三塁から阿部がね、ちょっと高めに浮いてきた変化球をレフトでタイムリーヒットで逆転でね、まあ、開幕戦負けただけにね、この2戦目すぐ逆転できたっていうのはね、めちゃくちゃいい展開かなって思ってたけども、まあ、3回表ね、9番源田がセンター前、金子三振するけども、コルデルライト前ヒットの殿崎センター前タイムリー、そしてアギラがね、レフトへ勝ち越しタイムリーっていうところで、もうこのね、アギラ、コルデルが打ち出したら、この打線は、えぐくなるね。しかもこの試合もね、一番金子がね、5打数2安打とめちゃくちゃいい働きね、してて、まあ、このね、最近本当、この近年、西武はちょっと1番が決まらなかったっていうところでね、この金子が一番いい働きしてて、2番コルデロね、で、殿崎、アギラーとこの流れが完璧になったらね、非常に強力打線。で、この日もアギラーね、5打数2安打3打点、コルデロが3打数2安打1打点とね、非常に、素晴らしい形で、3回にね、逆転して、で4回にも古賀がね、チーム初ホームランっていうね、まあ、守備はね、もう古賀もいい形で見せてるから、あとはどこまで打つかっていうところでね、あのチーム初ホームランっていうところも見えたいしね、いい形でホームラン出たらもう今後に向けてはね、非常に期待値は上がるんじゃないでしょうか。で8回にね、アギラがまたタイムリーヒット、で9回には、源田がタイムリーヒットで、金子のところでね、ワイルドピッチっていうところで追加点を取って8対2、15安打、まあ、完勝っていうところじゃないでしょうか。で楽天としてはね、5回、6回、ここで点取れてればね、ひょっとしたらっていうね、まあ、5対2で迎えたね、5回、先頭小深田がレフト前ヒット。で、ここからね、阿部子、小郷と続けず、浅村フォアボールするけども、チャンスを作ってしまううちに1本です。で、6回裏もね、先ほど言ったように先頭ブランドがね、ファンブレーラーに出たけども、最後ね、系統を挟まれて1本出ずっていうところで、ここでね、ほんと1本、1点ずつでも取れてたらね、試合状況は変わったかなと。でね、楽天先発庄司ね、4回82球、7安打4三振、1四球5失点っていうところで、まあ3月12日にね、この足のね、コンディション不良っていうところで、まあ検査もしたりっていうところもあったから、ちょっと調整不足の影響あったのかなっていうね、ちょっと見る感じね、ストレートがあのキャンプの当初とか中盤あったから、そう怪我する前まで結構ストレート走ってたなと思ったけど、若干この日はね、その影響もあるのかどうかわかんないけど、ストレートの走りがちょっといまいちなんじゃないのかなっていうように見えたけどね、まあ、そこら辺をまあしっかり調整してね、あのまた次の試合にね、また貢献してもらいたいと思います。そして31日ね、日曜日の試合、4対3で楽天サヨナラ勝ちっていうところだけども、まあ、両先発ね、西武松本、5回92球、5安打1三振、3四球3失点。で、楽天先発内、6回78球、4安打5三振、1四球3失点と、まあ、両者ともにね、この3回の表裏の3失点ずつだからね、他は本当に非常にいいテンポでも投げれたし、うちもね、6回78球、球数少なくね、フォアボールもなく、いい形だからね、この先もね、かなり楽しみは多いんじゃないのかなと。で、その後ね、西武は、増田佐藤、本田、アブレイユ、水上、ね、で、楽天は酒井、ターリー、則本、孫、で、渡辺とね、リリーフもね、非常に、まあ、ランダー出しながらもね、まあ、踏ん張ったかなと。まあ、その中でね、序盤、西武はね、3回表、2アウトからね、源田フォアボール。だからここがね、うちがもったいなかったね、この源田のフォアボール。で、その後、金子がライト前ヒット。で、コルデロがレフトへタイムリーヒットを打って、2アウト1塁から、その先のレフト前ヒットが、なんとレフト阿部が、後逸っていうね。で、その先が3塁まで行って、だから1ヒット1エラーだね。で、一気に2点入って3点っていうね。もうこれ見た時に、これも西武3連勝あるなと。これも、もうゴリも3連敗で、やっぱ新人ってなかなか勝ちにくいのかなと思ったけど、3回裏にね、先頭9番村林がライト前ヒット。で、茂木がライト前ヒットで続いて、茂木もよ、いいね、よかったね。ほんと監督が変わってチャンスをもらってね、ここでしっかり結果を残していけばね、自分の持ち場が出てくるからね、FA 移籍しないで残ってよかったよね。ねまあ、こういったところもね、監督が変わると、の強いとか弱くなる前にね、使われる選手が変わるっていうところではね、茂木がね、チャンスを今得てるっていうところだね。で、2アウト1塁から、小深田がね、センター前タイムリーヒット。で、その後ね、小郷、浅村とヒットが出ず、で島内フォアボールで2アウト満塁になって、先ほどね、後逸をした阿部ちゃんがね、センターへ同点タイムリー、2点同点タイムリーで3対3とね、自分のミスは自分で取り返す。頑張って。ね、これは良かったね。こういったところですぐで、しかもすぐだからね、表の裏ですぐ取り返したっていうところも、あとは島内がフォアボールで阿部に繋いだのもね、非常に良かったかなと。
でその後ね、両チームもなかなか、まあランナー出すけどもなかなかねチャンスがない中で、西武はね7回表ツーアウトから住谷センター前ヒットで、源田がレフト前ヒットで、バッター金子裕二ツーアウト一二塁で、ここでね、セカンドランナー住谷に代わってダイソー高松ね、そしたら大リードしすぎてキャッチャーね石原にピックオフ、ピックオフプレーでもなんでもないけどね、多分大きく出たから投げたんだろうね、完璧なスローイングでアウト、石原グッズナイス、高松バッと大バッと、これもう終盤のチャンスどころじゃん、で金子も状態良くなってきてるわけじゃん、1点取るためにダイソーに出てるわけじゃん、大リード大きくてキャッチャーから刺されたらダメよ、それ空気悪くなるよ非常にね、でも石原はね非常に、ナイスね。でその後ね、楽天的にはね、この9回裏ツーアウト一三塁で小郷を敬遠気味に歩かされて、満塁で浅村と勝負でね、ショートゴロ、浅村も一本出ないんだよね、これ言いますよ、0-0-0はね恥ずかしいのよ、ヒットね一本も出ないと、あこいつまだノーヒットなんやってみんなに分かっちゃうっていうね、開幕した時はね、でここで一本出ないでね、これどうなるんやろうっていうね、セーブはセーブでね、10回表先頭効果がね、センター前ヒット源田送りバントだけども、金子裕二そして中村拓也がね一本出ずっていうね、11回ねピッチャー伊藤川ねルーキー石原フォアボール、これ痛かったねフォアボールね、で村林が送りバントを決めてボギーがライト前ヒット、これはちょっとね、ダイソー辰巳出てたけどね、これはちょっと球足速くて帰ってこれないね、でその後小深田がねレフト犠牲フライ、これレフトね浅かったけどね、まあ、辰巳が速かったっていうのはあるけども、まあ、レフト金子もそんな肩強くないけど、あれはもうノーパンで投げなきゃね、ワンパンじゃちょっとセーフになっちゃうね、あれはもう勢いづってライナーでノーパン、まあ肩の力もあるからね仕方ないけども、まあ、ここね最後は生かして楽天が勝ってね今季初勝利、今井監督初勝利でございますっていうところでね、若干ねやっぱ西武はミスがあったけども、まあ、両チームリリーフね本当に踏ん張ったなっていうところで、まあ、西武としてはね2勝1敗で勝ち越しなんで、開幕カードからすればねいい形の試合展開になったんじゃないでしょうか。続いてオリックス対ソフトバンク、開幕戦29日1対3でソフトバンク、そして30日が2対0でオリックスで、31日、2対5でソフトバンクというところで、ソフトバンクはね2勝1敗で開幕カード勝ち越しっていうね、3連覇中のオリックス開幕カード負け越しにね、なってしまいましたけども、まあ、30日ね、先発転向のモイネロっていうところでね、8回90球3安打4三振1四球2失点、いやめちゃくちゃ良かったね、あのなんかニューモイネロを見た感じだね、あのリリーフの時はねもう力投派で全力でっていうところもあったけど、先発になってねいやここまで器用にシフトチェンジできるんだっていうところでね、そんな力投派じゃなくてねバランスよく制球もよくね、緩急もつけながらねバランスよく、なんか剛腕っていうよりバランサーみたいなね、非常にフォームのバランスもいいし力感なくね、見事なピッチングで、負け投手にはなったけどねもう見事なピッチング、これはもう援護点がなかったっていうだけでね素晴らしかったと思います。でオリックスはね新外国人選手エスピノーザね、6回82球2安打3三振4四球無失点っていうところで、ちょっとねいい球悪い球4四球っていうところで悪い球ねちょっとねあったけども、あのカットボールスライダーのこのコンビネーションね、ほぼボール動かしてくるからね、そういったところで、まあ、ソフトバンク打線がねちょっとアジャストね、しきれなかったかなっていうところでね、ソフトバンクはね3併殺ね、3つのダブルプレーでチャンス広がらずっていうところで、初回もね、先頭シュートフォアボールで盗塁成功して今宮アウトになるけども柳田フォアボールで2アウト1塁でチャンスを作ったけども山川が4-6-3ダブルプレー、4回にもね先頭柳田フォアボールになるけども山川がね5-4-3引っ掛けさせられてダブルプレーっていうね、7回にもね先頭近藤がね、ピッチャー小木田に変わったところで出たけども栗原がね4-6-3ダブルプレーっていうところで、まあ、チャンスを広げられずね、まあ、これはもうちょっと致し方がないかなっていうね、ソフトバンクはね 3本しかヒット打ってない、その中で、まあ、5回ね、先頭頓宮レフト前ヒットでもこれがねチーム初ヒットで森が三振するけども、セデーノがね、ツーボールからチェンジアップチェンジアップツーボールからストレート来たやつを思いっきり強振してね、右中間へツーランホームランというところでグホームラン、ね、だから前言った日本ハムのホームランこういうところよ、このツーボールからもう思い切ってパンっていくね、それはまあ打てる打てないはあるけどもねパンっていくね、これ積極性よ、
これをねセデーンは一発回答でね、ホームランを打って、もうあとはねほぼオリックス攻撃してないみたいなね、完璧に抑えられた感じだから、モイネルは8回ね、あの負けたけども完投してるからね。で、オリックスはね、エピソードの後、小木田、マチャド、平野というところでね、ピンチを作りながらも、まあ、しっかりね0点で抑え切ったっていうね、まあ、マチャドもやっぱりストライク入ったらえぐいね、球速いからね、だから、まあ、これはもう当初から言われてたけども、制球だけっていうね、これがしっかりねまとまっていけばなかなかね怖い存在になってくるんじゃないのかなと。で平野はねもう劇場型っていうところで、平野劇場っていうね、去年もそうだけどね、ランナー出してピンチも作るけども結果防御率もいいし抑えてますみたいな。で、まあ、この試合もね9回先頭ね柳田ライト前ヒット、山川三振で近藤ライト前ヒットで、ワンアウト1、2塁ね1打差逆転の中で栗原レフトフライ、最後ウォーカーね三振っていうところで踏ん張ったね、もう本当に平野なしドキドキさせるねっていうね、形の、初セーブっていうところになりましたね。そして日曜日の試合ね、31日の試合5対2でソフトバンクというところでね、ソフトバンク先発シュワーズジュニア5回75球1安打3三振3四球1失点というところで、まあ球数も平均的だったし、まあフォアボール、まあ力み倒して投げるからね、まあこれの制球がどう定まるかっていうところでは、まあどっちかっていうとオリックス打線が仕留めきれなかったかなっていうねところはあるけども、でオリックス先発田島ね、5回75球2安打3三振2四球1失点っていうところでね、まあ、ウォーカーのホームラン1本だけだからね、これはもう開幕としてはいい形のねピッチングになったんじゃないでしょうかっていうね、ところでまあ5回ねソフトバンクはウォーカーのねホームラン、やっぱウォーカー山川えぐいねっていうところでね、ホームランを打って、で5回の裏ね、森頓宮がね連続フォアボール、だからこういったところをねオリックスは攻めていかなきゃいけないところでね、宗の打席でね、宗送りバントしようとして引いたところでセカンドのね森が、ちょっと飛び出しちゃってね、でキャッチャーの海野がねセカンドへ一目散で投げたら、それを見越してそのまま三塁へ走っていって、結局ランナー一三塁になっちゃうっていうねところで、まあでもこれで、ね、キャッチャー投げちゃうのよ、飛び出てるからね。だからもう強いて言うならばワンテンポ待つしかないけど、投げちゃうんだよね、よっしゃと思ってね。だからこれはまあね、森がバットなんだけど森がグッドだね、やっちゃったけどもそれを生かして三塁に走ったっていうね。でここで問題なのがノーアウトに三塁になって、宗がねライトへちょっと定位置より若干前ぐらいのところでね、まあ右中間寄りだったんだけどね、犠牲フライを打つんだけども、三塁ランナー森がホームインなんだけども、ファーストランナー頓宮がねファーストからセカンドにタッチアップしに行くわけよ。でこれがね牧原がセカンドでカットしてホーム無理やと思ってセカンドに投げてね、この頓宮をアウトにするんだけども、いや牧原のプレーは素晴らしかった、この判断っていうかね良かったけども、これで俺セカンドアウトになっちゃダメやろって思うんだよね。ノーアウトだからね、でワンアウトになってたからね、でしかもあれが柳田の送球がこれもう高くてカットできないんだったら俺走ってもよかったと思うけど、もう見えるわけだからね自分の目の前でね、それがもうカットマンの高さに来たら、あれ途中で止まってもファーストもねあの中継に入ってるから、途中で止まってもファースト誰もいないから帰ってこれるわけよって考えたら、様子見ながらスタートして危ないと思ったら帰ってくるぐらいでいかないと、これはなんかねチャンスのリズムを切ったなっていうね。でランナーなしになって杉本がね三振になって、まあ、ここね、まあ、1点取ったっていうところもあるけども、若干なんかね俺的には気に入らないけどね、ここどうなんやろうね。で、ソフトバンクはね7回表、ワンアウトからピッチャーね、ここ、小木田に代わってワンアウトから、でも6回のねそう吉田恒成に佐々木さん YouTube で厳しいこと言わないでくださいねって言われてるから、うん、そんなよかったら褒めるよって言ってるから褒めとかないとね。吉田恒成ね田島に代わって6回からね、登板して、シュート今宮柳田のね、ショートゴロライトフライレフトフライっていうところで、球数もね12球と少なかったし、非常にいい形のねピッチングしてた吉田、グッピッチ、ね、よかったら褒めますよね。で7回ね、その吉田から小木田に代わって先頭山川打ち取るけども、今度はね、ライト前ヒットで栗原がねライトへタイムリーツーベースっていうね。でウォーカーがねここでライト前ヒット、このウォーカーもねバットの先だったんだろうね、この頓宮の目の前でありえへんぐらいイレギュラーしたもんね。俺正直おい飛んでるか体で止めなって俺は正直思ってたけど、よくよくスローとかで何回も見たら、いやありえないぐらいイレギュラーしてて、ちょっとこれは無理やなって言ってね、これは文句言ってたらそれはもう本当何でもかんでも文句言わせと一緒やと思って、あれはもう仕方ないね。
で、まあいいか、ちょ、ついてたっていうのもあるね、ソフトバンクはね、このウォーカーのヒットはね。で、3対1になって、で、8回表はね、ワンアウトから、シュートがフォアボール。で、今宮がね、一塁線を抜けるライトへね、タイムリーツーベースっていうところだけど、シュートがランナーに出たらもうファーストへも得点圏なのかな。っていうぐらいの、フェンスまでね、ゴロも到達してないし、ね、オリックスのね、ライトの杉本もね、そんな別にね、チンタラゆったり走りに行ったわけじゃないけどね、ファーストからシュートが一目散にホームに帰ってきて、セーフだからね、えぐいね、足の速さ、シュート、くそ。ね。で、これもダメ押しともね、言われる1点取って、まあ8回ぐらいね、杉本のタイムリーツーベースでね、1点返すんだけども、ここでね、ツーアウト1塁になって西川がね、サードゴロになるけども、ここでもう1本出てればっていうね。で、9回表に、栗原のね、犠牲フライで1点取って5対2っていうところでね、まあソフトバンクはね、本当着実にね、点を取っていって、まあウォーカーのホームランもありね、シュートの足もありっていうところで、まあいい形のね、点の取り方。ソフトバンクはちょっとね、土曜日も3安打、これ日曜日も4安打だからね、ちょっと打線のつながりがね、書くかなと。この4安打の中、西川が2本だからね、ちょっと打線的にはなかなか厳しいし、ああいうところちょっとした判断っていうところが、ちょっといい方向に進んでないのかなっていうね、ところはあります。まあ結果的にはね、2勝1敗。ソフトバンクとしては、山川もホームラン打って、ウォーカーもホームラン打ってね、新規加入選手が頑張って、打線の厚みもいいしね、まあ先発投手陣もね、全体的にはいいピッチングしてるっていうところではね、かなりいい滑り出しだったんじゃないでしょうか。結果2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした。続いてはセリーグ。ヤクルト対中日。開幕戦29日は7対4でヤクルト。そして30日は1対1で引き分け。そして31日5対2でヤクルト。2勝1分けでヤクルトの勝ち越しということで、ドラゴンズだけが12球団で唯一勝ちがないっていうね、状況になっておりますけれども、30日ね、1対1で、引き分けというところで、中日先発枠井ね、6回90球、5安打3三振、無四球無失点というところで、ピッチ。ね。あと、2000奪三振。おめでとう。佐々木なんと、枠井から、三振した中の、10位。だ9位タイでした。17奪三振取られてました。貢献します。はい。まあ、ということでね、まあ、本当に枠井何歳37歳、今年38歳っていうところでもね、俺の10歳も下なんだ。非常に力強かったしね、コントロールも良かったし、非常に素晴らしいピッチングだったと思います。ヤクルト先発吉村ね、7回84球、6安打13振、無四球1失点っていうところで、こちらもね、まあ開幕投手かってね、ちょっと噂されるところもあったけどもね、土曜日の試合2戦目っていうところで、まあ今年こそね、10勝いきたいっていう中ではね、非常に素晴らしい、ピッチングだったと思います。まあその中でね、ドラゴンズはね、3回、なんとね、8番ロドリゲスがセンター前ヒット、枠井送りバントを決めて大島はアウトになるけども、ツーアウト3塁からね、田中美希はレフト前タイムリーヒットというところで、まあ、田中美希はもねオープン戦ちょっとね苦労したけども、こうねシーズン入ったらね、いい形のヒットといい形の走塁っていうところでね、非常にいい形のね活躍できてるんじゃないでしょうか。ヤクルト的にはね、まあ2回にね、竹岡ダブルプレイだったりとか、このね、1点取られた3回裏もね、中村悠平センター前、長岡レフト前ヒット、で、ノーアウト1、2塁からね、吉村が送りバントをしようとした時に、セカンドランナー中村ね、枠井のセカンド牽制にタッチアウト、バーッと、大パンチ。しかも枠井ずっと見てたで、ずっと見てた。まあ、ショートのロディゲスのね、コンビネーション、タイミング、あとはターンの速さも素晴らしかったけども、あそこで牽制で刺されたら、ダメでしょうと。ねいうところです。まあね、ドラゴンズもね、その後なかなかね、得点らしい得点はね、できなくて、チャンスらしいチャンスもなかったけども、7回ね、先頭三好が出て、気力した送りバントを決めるけども、まあ、ロドリゲス三振。で、枠井ね、ここ代打出さないで、そのまま行って、三振。で、8回にも先頭大島ね、フォアボール出て、送りバントを決めるけども、その後ね、クリーンナップが1本出ず。ね、で、10回にもね、ツーアウトから、田中美希やね、高橋、がね、サード村上の悪送球エラーバッと、村上もサードのキャンプでねしてきたけども、なかなか守備はうまくなんないね。でも最後ね、中田が1本出ずっていうね。で、11回も、ランナーでツーアウト1、3塁のチャンス作るけども、ね、代打中地が、1本出ずっていうね、ところで決めきれない。で、ヤクルトもね、8回、まあ、このまま1対0でね、負けるのかっていうね、感じはあったけども、8回裏ね、ピッチャー松山ね、ワンアウトから代打大きがレフト前ヒット。
で、塩見のところで赤羽がね、盗塁を決めて、ツーアウト二塁になって、西川フォアボール、そしてオスナがね、同点タイムリーヒットというところでね、1点を、取って、で、ここからもね、9回もね、ツーアウト一塁チャンス作るけども、代打川端がね、ショートゴロ。で、10回にもね、ツーアウトからオスナがツーベース打つけども、村上敬遠の後、宮本がね、センターフライ。で、11回もツーアウト一塁サヨナラチャンス作るけども、塩見が三振ね。で、12回もツーアウトから村上がツーベース打つけども、宮本がファーストゴロっていうね。まあ、どちらのチームもね、チャンスは作ったけども、最後1本出ずっていうところで、中日はね、斎藤豪樹、清水、で、松山も失点したけどもね、勝野、祖父江、橋本マルチネスとね、なんとか踏ん張ったと。全員ヒットは打たれたけどもね。で、ヤクルトもね、山本エスパーダ、清水、大西、石山、香山、木沢といったところもランナー出しながらもね、なんとか踏ん張ったというところではね、まあお互いね、最後一本出なかったなっていうね、中村悠平のあの牽制アウトはちょっと痛かったかなっていうね。続いてね、31日の試合、5対2でヤクルトの勝ちというところでね、中日先発メヒアね、5回92球、6安打6三振、1四球4失点と、いや、悪くなかったと思うけど、やっぱミスっていうところが痛かったよね。ヤクルトはヤフーでね、6回70球、6安打4三振、無四球2失点っていうところでね、まあいい形でね、緩急もつけながら、横に揺さぶりながらね、非常に、ストライク、まとまって投げれたんじゃないのかなと。これはヤクルトにとってね、ヤフーでのこの開幕のね、好投っていうのはね、非常にいいね、好材料になったんじゃないでしょうか。まあドラゴンズはね、もうこの初回ね、ヤクルトの攻撃、ワンアウトからね、西川のショート、セカンドへのね、内野安打。ここ田中美希はね、待ったらダメよ、あれ前出てこないと。西川の足考えるとね、で、セーフ。で、これリクエスト来たけどね、セーフになって。で、オスナフォアボールで、ワンアウト一塁から村上のファーストゴロね、ビシエドメヒアでね、で、メヒアがちょっと足ね、合わせたよね。合わせたことによって、村上の足が早くついて、ここもリクエストしたけどね、覆らずセーフっていうところで。で、その後ね、サンタナがタイムリー。で、ツーアウトからね、中村悠平タイムリーっていうところで、正直 0.1 だね、ここは。ちゃんと田中美希は前に出て、アウトにね、取ってればっていうところもあるし、ファーストもね、ファーストゴロっていうところもあるけども、でもここもね、西川と村上がね、しっかり最後までね、全力疾走したっていうところがね、まあ結果はね、両方とも悩んだけども、まあ俺はエラーに等しいっていうか、まあ判断ミスっていうところがあるだけにね、でも全力疾走したからこそのね、ヒットになったからね、心走塁のね、やっぱモチベーションっていうかね、意識っていうのは非常に良かったんじゃないのかな。それがね、まあ差し得点につながったっていうヤクルト的には。でもドラゴンズ的にはこれね、無得点できただけにね、この判断ミスっていうところは非常に痛かったかなと。で、4回はね、中田が、このカードね、2本目のホームランを打って、1点返して、こっから行こうかなっていうところで、5回裏、塩見のね、ホームラン。これ大きかったね、ヤクルトにとってはね。でもその後ね、すぐ6回に細川がね、ダブルプレーの間に1点取るんだけども、ドラゴンズはここからなのよ。ね。まあ去年もそうなんだけど、この6回もね、代打村松内安打、カリステレフト前、で、上林がね、ファースト内安打っていうね、ところで、ノーアウト満塁になるわけよ。ね。ここで、細川がダブルプレーで1点しか取れないっていうね、ここでパンパンパンってもう1点いってればっていうところもあるしね、この8回にもね、代打大島のファーストゴロ、オスナがファンブレーラーで、村松センター前ヒットで、このノーアウト1塁チャンス作りながらも、カリステ上林細川がね、1本出ずっていうところで、このね、相手にもらったチャンスを生かしきれてヤクルト、生かしきれなかったドラゴンズっていうところがね、この勝敗に直結したかな。で、7回裏にもね、ヤクルトはね、先頭長岡が出て送りバントを決めて、2アウト3塁になってから西川がね、タイムリー内安打っていうところでダメ押してっていうね。で、これでね、9回。田口がね、ちょっと登録抹消したっていうところで誰が投げるのかなっていうところで、星ね、一本ヒット打たれたけども、二三振でしっかり抑えて、まっすぐうなってたね。非常にいい形のね、ピッチングだったから、まあずっと星がやるわけじゃないと思うけども、あのストレート投げてたらね、安心感持ってベンチは使えるんじゃないのかなと思います。だから日曜日の試合はね、ミスを生かしきれたヤクルト。ね、ミスを生かしきれなかったドラゴンズ。チャンスメイクは作るけど、一本出ない。まあ、ここ払拭しなきゃね、ヤクルト一緒だからね。でも中田補強して中田がね、ホームラン打ってるっていうところがあるからね、いい形の流れがあるだけにね、このラスト一本っていうところのピースをね、早めにね、埋めたいなっていうところの開幕3連戦でした。結果は2勝1分けでね、ヤクルトの勝ち越しでした。続いて DeNA 対広島。ね、開幕戦は4対3で DeNA。そして30日は6対1で DeNA。そして31日日曜日は1対5で広島。2勝1敗で DeNA ね、勝ち越しっていうところになりましたけどもね。この土曜日の試合ね、30日6対1で DeNA。渡来、グッとグッとグッと。ね。もう渡来に。
スパイラルグーから流星ダイヤモンド。そうなんです。まあ初回ね、黒原ね、3球で危険球退場っていうところでね、でもなんか、頭当たってなかったみたいでね、肩で、だから、避け方がうまいっていうのもね、やっぱり野球センスだからね、そういったところでは渡来ね、自分の身をね、自分で守れたっていうところは大きかったんじゃないでしょうか。ね。で、ここでね、デッドボール。で、オースティンはね、三振するけども、黒原からね、ピッチャー変わって川野うまく。だから、これは苦しいよね。準備もしてないからね。でもね、ここでね、まあ、この試合はね、もう渡来、ほんと素晴らしかったよ。素晴らしかったけども、結局ね、守備の意識、ね、守備で DeNA は勝ち切ったかなっていうね。で、あとここもね、ワンアウト一塁で、佐野の時に渡来に盗塁成功。これキャッチャーの坂倉、見えてないのよ。もう油断してるから。デッドボール当たって、俺はもうね、いつもキャッチャーの時思ってた。足が速いやつがデッドボール当たって痛そうに行ったり、なんか不安そうに行ったり、行く時に限って、こいつ、これシャミで走るんちゃうかっていつも思ってたわけ。ね。でもここも渡来盗塁して、坂倉見えてなかったから、一瞬目切ってるからね。で、投げるテンポ遅れで盗塁成功ね。まあ、サローアウトになるけども、牧がね、タイムリーヒットっていうところでね、先制点を取られるっていうところでは、このね、なんかこう、隙があるよね。で、3回にはね、ワンアウト二塁から、ね、平がライトへタイムリーヒット。で、渡来がレフト前に続いて、オースティンタイムリー。で、サローの内野安打を、ね、セカンド、内野ゴロの間に行って。4回に渡来がツーランホームランっていうところでね。で、渡来ね、1打席目あんなにデッドボールを当たりながら、結果的にね、4打数4安打、2打点1ホーマー、1本塁だって、もう、どんな新人やねんっていうね、ところで。まあでもここでね、俺はね、カープバッテリーにあえて言いたい。ね。まあ、確かにデッドボールね、こんな頭近辺のところで危険球退場になって、それはいけづらいけど、それでもインコース行かなきゃ。ね。だから、坂倉も行きたいと思ってるからインコース構えるんじゃなくて、ちょっと真ん中目に構えてインコース来てくださいよみたいな構え方には見えたけど、これを黒原が退場にならなくてもう一回インコース行けばきついかもわかんないけど、ピッチャー変わったんだったらね、もっとインコース行かなきゃ、それを全部外目になって、それをいい感じでポン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 好きなように打たれてたら、それ新人に舐められるよね。そんな、もう一回デッドボールやったら困るかなっていうような自信ないようなピッチャーもダメだし、キャッチャーもやっぱりね、ボールでいいね、低めの足元、低めのボールでいいね。ね。その一球行こうとによって当てたけど行くよっていう姿勢が必要だから、それを外ばっかり行ってポン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 ヒット打たれてたもんね。ダメダメ、舐められちゃ情けないって俺は思っちゃう。俺がコーチだったらね。だからあそこはあえてね、一球でもいいからデッドボール当てちゃったけど、行かなきゃ。ね。だから日曜日もアドアもね、ちょっとインコース寄りに行って、やっぱりそれが効いてたっていうのもあるからね。まあその時も坂倉はちょっと真ん中目に構えてたけどね。そういったところはね、ちゃんとね、やっぱ行くとこ行かないと舐められちゃうからね。そこら辺をやってほしかったなっていうね、ところはあります。まあカープ的にはね、4安打で、DeNA が14安打だからね。でもその中でもね、さっき言ったようにね、やっぱ守備っていうところがね、大きくて、俺全部見てまとめたんだけど、で、初回ね、広島の攻撃、菊池のね、サードゴロ。宮崎がね、サードライナーか。宮崎がね、三塁線ダイビングキャッチ。ね。で、小園のね、ライトライナー。渡来ね、前日ね、ちょっとライトが目に入ってね、落としたけども、しっかりね、今日はスライディングキャッチでね、アウト。ね。で、2回には秋山のね、ファーストゴロをオースティンがね、一塁間ダイビングキャッチ。ね。で、3回表にはシャイナーのショートゴロをね、石上が二遊間ね、ダイビングキャッチからね、ファーストスローでアウト。で、4回の表、野間のショートゴロで、石上で前へ来てね、パンパンって軽いね、とにかく取ってからも早かった。で、菊池のね、センターフライ、クアラのね、スタートも早かったけども、ランニングキャッチ。ね。で、小園のセカンドゴロ、牧がね、二遊間、逆ターンでね、ジャンピングスローっていうところで、こういうね、この守備のね、良さっていうのは特にね、この土曜日の試合光ったね。だから結果的にね、広島は4安打だけど、本当だったら7安打ぐらいしてたかもわかんないけども、こういったね、守備陣の頑張りっていうところも結果ね、なんか渡来の爆発力にね、目奪われがちだけども、この試合は本当にね、DeNA の守備っていうところが光った素晴らしい試合だったと思います。そんでね、その守備のね、攻守にね、助けられたっていうかね、それで乗っていけたっていうのもあるけどね、先発タイラがね、8回3分の2、105球4安打6三振、1四球1点と、まあ最後ね、1点取られて完封できなくて、徳山に変わったっていうところはあるけどもね、この守備陣のね、踏ん張りっていう、好プレーっていうところでね、ダメに乗って、まあ打撃陣の援護もあったしね、非常に素晴らしい、開幕、2戦目の初先発になったんじゃないでしょうか。
ね。で、31日ね、1対5で、広島っていうところで、まあ、広島ね、3連敗逃れて一矢報いるっていうところではね、今季、先発アドはね、5回61球、3安打1三振、2四球、デッドボール1失点っていうところでね、まあ、若干制球ね、ばらつきはあったけども、先発として1166日ぐらいだったかな、勝利というところで、非常にね、ピッチングベルト。ね。まあ、ここね、初回、ワンアウトからね、オースティンにツーベース打たれて、宮崎にタイムリーツーベース打たれて1点先制された時はね、若干ちょっと嫌な流れかなと思ったけども、2回の表にね、広島は秋山フォアボールで、坂倉がね、レフト前ヒット。で、ノーアウト2、3塁で、田村をね、ファーストゴロの間に1点を取るっていうところでね、まあ、すぐ追いついて、で、3回にはね、田中康介のホームラン。まあ、シャイナー、レイドーズがね、なんか骨折となんかの怪我でね、肩かなで抹消されて、まあ、去年もそうだったけどね、田中康介、そして野村雄介ね、そして中崎っていうところのベテランが復活してね、チームを支えてこの層を厚くしたっていうところでね、に躍進のね、影のね、ヒーローたちって俺は言ってんだけどね、まあ、それがね、また田中康介がこのね、開幕2連敗で苦しい時にこの3回にね、ホームランっていうのは非常にね、クッパって大きな援護だったと思います。そしてね、まあ、その後はね、のアドはね、まあ初回ね、ピンチを招いて1失点したけども、まあ、ランナーね、出すけどもなんとか踏ん張ってね、抑えていったっていうところもね、非常によく踏ん張ったかなっていうね。で、8回に堂林のね、レフトへヒットとここここね、ワンアウト2塁からレフトにヒットを打つんだけども、セカンドランナー3塁で止まってるのに見えるだろうに、なんで3のホーム投げたんだろうね。でそれが悪送球になって、でね、今度はオースティンがね、ダブルエラーでもうてん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 って流れてたよ。ね。で、その後、坂倉の内野ゴロの管理って言ってね、なんかこれミスでね、このダメ押しの追加点されるっていうところではね、ちょっともったいなかったね。あ、もうカットまで投げればよかったのにね、佐野もね、なんかもったいないミスになっちゃったかなっていうね。まあ、あとはね、広島はね、増田、矢崎、島内、ね、栗林とね、リリュウがしっかり踏ん張って、勝ち切ったっていうところはね、非常に大きな勝ちだし、まあ、DLM はね、大貫、6回69球、4安打5三振、1球1デッドボール2失点とね、まあ、2回3回だけだったからね、そういったところではね、ちょっともったいなかったかなっていうところはあるけども、まあ、内容自体はね、非常に見てても良かったと思うんでね、次のピッチングには期待できると思います。ということで、結果的にね、DeNA 渡来の大活躍もあって、まあ、最高のね、開幕カードになったんじゃないでしょうか。2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。続いて、巨人対阪神。開幕戦ね、4対0で巨人。そして土曜日の試合、日本放送でね、解説言ってましたけども、5対0で巨人。そして31日、0対5で阪神というところで、2勝1敗で巨人の勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、30日ね、ジャイアンツ先発ね、グリフィン。6回3分の1、99球、6安打5三振、2四球無失点。で、阪神先発大竹、5回99球、5安打3三振、3四球3失点。でもね、大竹めちゃくちゃ良かったよ。見てたけど、ほぼほぼ坂本の構えてるとこ行ってたよ。コントロール力も、寸分のこのね、狂いもないところの制球力と、この出し入れっていうところで、であとはね、クイックで投げたり、ゆったり投げたりとか、牽制挟んだりとか、この間合いっていうところも駆使しながら、だいたい140球出ないぐらい、138球ぐらいのストレートっていうところでね、球のね、球速が出ないのを全く感じさせない。そのストレートにバッター差し込まれてたからね、変化球もあるタイミングも狂わせるっていうね、この間をすごい大事に使いながら、本当に完璧なピッチングで、これ最初ね、もう早い回にね、援護あったら、そのまっすーっていけるぐらいね、いや今年もやれるんちゃうかっていうね、結果3点取られたけども、内容自体はグリフィンより全然良かった。そういったところではね、次回ピッチングも期待できると思います。ジャイアンツ先発グリフィンね、いや本当にね、なかなか制球定まらないで、高めに抜ける低めに行くっていうね、ボール先行でなかなか苦しいところだったけど、阪神としてはね、初回2アウト1、3塁でサトデルがアウトというところで得点ゲッツできず、で2回にもね、先頭ノイジーフォアボールで出るけども、その後ね、チャンス生かしきれずっていうところ で4回にもね、大山佐藤が連続ヒットでノーアウト1、3塁チャンス作るけどもね、ノイジーが三振、このノイジー三振が痛かったね。ここでね、内野も後ろ下がってるから、もう最悪ダブルプレーでもね、1点取ってればっていうところはあったけども、ノイジー三振で、ワンアウト1、3塁など坂本ね、セーフティースクイズがショーフライになって、岡本がダイビングキャッチ、出足も早かったね。だからひょっとしたらあるかもっていうところはね、予測してたのかもわからないけども、これだから2戦連戦ね、
梶谷のダイビングキャッチからツーランホームラン、岡本のダイビングキャッチからその後ツーランホームランっていうね、2戦連続セットだったね。だからここでもね、この1点本当に取ってればっていうところはね、大竹のね出来がねめちゃくちゃ良かっただけにね、なかなかねっていうところだったね。で6回裏にはね、さっき言ったように6回裏若干疲れたね。あのこの梶谷先頭フォアボール、一気にねこんな制球逆球とか球抜けたりとかすることなかったのにいきなり抜け出したから、まあ、ちょっとねあの開幕間に合うのかっていうね大竹も言われてたから、ちょっと投げ込みも少なかったかもわかんないから、ちょっとバテたのかもわかんないよね。全体的にはめちゃくちゃ良かったけども、で岡本がねワンボールから外のストレートね、これコース結構良かったけどね、バックスクリーン横にツーランホームランで、ちょっとがっくりきたかな。坂本にはね甘くなったところをねワンワンから真ん中に入って、それはね、2者連続のホームランっていうところで3点、これで沈むっていうね。でジャイアンツ的にはね7回裏、代打萩尾がね、ピッチャー石井からライトへのツーベースで、佐々木俊介がね、送りバント、ここで石井が焦っちゃってポロンチョね。で、ランナー一三塁になって、で門脇のセーフティースクイズがキャッチャー前に行っちゃってね、ただの送りバントになっちゃって、でワンアウト二三塁からね、松原がセンター前ヒット。松原ね去年あんまり使ってくれなかったけど、今年ねオープン戦からチャンスを得てね、楽天の目じゃないけども監督変わったら使われる選手変わるっていうところでセンター前タイムリーヒットっていうね、この2点非常に大きかったね。まあ、次の試合中川打たれちゃうんだけども、ここでね西田で使って中川ね大勢と使わないで、その後バルドナードをね掘ったっていけたっていうところはこの松原のヒットだったからね、この松原のタイムリーっていうのは何気にね、大きかったかなっていうね。まあ、阪神はねあと7回にねチャンスも作るけどもね、代打糸原ね、レフトフライっていうね、で近本もねライトフライ、ここでランナー一三塁だったけど浅いフライだったからね、糸原のレフトフライが返ってこれずっていうね。だからまあで、まあ、得点もされて、まあ、ちょっと完敗っていうね。だからこのね特に試合だけで言うと、高めのグリフィンのストレートのボール球、低めの変化球ボール球って振らせされちゃってね、まあ、去年だったらねフォアボールを取ってランナー出していくっていうところだったけども、まあ、この試合で言うとねそれがなんかちょっと生かしきれず、ボール球振っちゃってねグリフィン苦しかったけども、グリフィンを助けちゃってちょっと立ち直らしちゃったかなっていうね。あとは勢いよとねちょっと高めに浮いても振ってくれるかなって全力で投げてきたところがねちょっとうまくはまらなかったボール球振りすぎちゃったかなっていうところはね、敗因の一つだったと思います。そして31日ね、5対0で阪神というところで、阪神先発最近ね6回107球4安打3三振5四球無失点というところで、ちょっと5四球ねバタバタしたけども、ランナー出てもね低めのフォークボールっていうところはねやっぱり切れ味ねあったな、勝負どころのね三振というのは大きかったかなっていうね。この3回ね2アウト満塁両場岡本っていうところでね、最後はフォークボールワンパンところをね、三振に取ったっていうところもあるしね、4回もねワンアウト満塁で高橋でサードゴロで、2アウト満塁になった佐々木をねサードファールフライっていうね2イニング連続満塁のピンチ作ったけどね、まあ、ここ踏ん張れたのが大きかったし、逆にジャイアンツはねここで1本打ってればっていうねところだったけど、まあ打ち崩せなかったっていうね。でその後桐敷ゲラ岩崎とね完璧なリリーフをして、でジャイアンツもね高橋でねソフトバンクから移籍してきて、6回86球1安打1三振2四球無失点、完璧なピッチング、勝ちはつかなかったけどね、とにかくね低めにもしっかり決まってたし、高低も使えてたし、あの右バッターへのねあの進化系ね、森下アパットもね追ってたしね、そういったところで非常に緩急もつけて制球も良かったしね、素晴らしいピッチングだったと思います。だからまあ大竹みたいにねなれる可能性あるよねジャイアンツ来て。でやっぱソフトバンクはやっぱ球速だったりとかっていうのを重要視する方針って俺聞いてたから、まあ、そこにあぶれちゃった人がねちょっとチャンスがなかったからね、だからって悪い選手じゃないから、こういう風にねあのいい形になっていけばね非常にジャイアンツとしてはねあの戦力アップとして非常にいい戦いだったと思います。まあ、ここもね、阪神もなかなかねチャンスすらほぼ作れてなかったからね、でその中でねいやこのままジャイアンツが点取って終わっちゃうのかなっていうところでね、まあこれねあの2戦目と一緒で接戦の時にはね決まるのはミスかホームランかっていうところでね、8回表代打小野寺がヒットで出て、近本つな、いで、ね、2アウト1、3塁から森下がねアウトコースのストレート、これで、ね、結構いいところだったけどね、ピッチャー中川ねそれを引っ張り込んでセンターね、左中間寄りにスリーランホームランで一気にね、勝ち越して、9回には糸原のね内野ゴロの間に行って、そして小畑のホームランっていうところでね5対0完璧な勝ち越し、ね、森下ナイスホームラン、またジャイアンツ今年も魔の8回なのかっていうねところだったけども、小畑もね木浪が若干バッティング調子上がらないからね、木浪さんと昨年は譲りましたけど今年は譲りませんでって言って
ばっかり行くで、ね、このホームランで小畑もまたチャンスね出てくるんちゃうかっていうね。だからあの木浪もねちょっとうかうかしてられないなっていうところで小畑の逆襲がねあるんじゃないのかっていうところではこのホームランね非常に本人にとってもチームにとってもね大きなホームランになったんじゃないのかなと思います。まあ、その中で本当にね、岸とかもいいね、勝ち投手になったけど、いい形になったし、まあ、阪神としてはね、まあ、点取ったらね、パパパーンっていくっていうところではね、この3連敗しないでね、この最後、流れを変えて、本拠地に帰れるっていうところではね、非常にいい勝ち方だったと思います。ジャイアンツもね、まあ、ランナーもね、出すけども、やっぱり1本出なかったっていうところがね、この試合は。まあ、6回にもね、2アウト1、3塁チャンス作るけども、代打梶谷がファーストゴロっていう形で、チャンスは作るけどね、まあ、1本出なかった。まあ、そこがね、タイガースがね、踏ん張り切れたっていうところも最後森下のホームランにつながってるんでね、良かったと思います。結果的には2勝1敗でジャイアンツの勝ち越しでした。さあということで今年最初のベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグからピッチャー西武今井まだまだ髪が長いぜ。キャッチャー日本ハムタミヤ成田高校出身親御さんも見に来てたかなマリーに。ファースト西武アギラ打ち出したら西武が怖い。セカンド西武殿崎アップルパンチ。サードオリックスムーネ守備も良かった。ショート日本ハム水野 JR 四国。レフトソフトバンク神田今年もタイトル取るぜ。センター西武金子一番に掴んで今年こそ掴むぜ。レギュラー再来。ライト楽天おーごーいい形のバッティング。 DH オリックスセデーニョ一発回答。リリーフソフトバンクオスナ今年も健在守護神。続いてセリーグピッチャー DeNA 平もう少しで完封だった。キャッチャーヤクルト中村ベストラインだけど牽制立っちゃうとはダメですよ。ファースト中日中田3連戦で2ホーマー素晴らしい。セカンド巨人吉川ルーキーなんかに負けないぜ。サードヤクルト村上今年は開幕から行くぜ。ショート広島小園タイトル絶対取ってやる。レフトヤクルト西川楽天に来た時も最初素晴らしかった。ヤクルトの時も息切れにならないように最後まで頑張れ。センターヤクルト塩見怪我なければ一流。ライトDeNA 渡来スーパールーキー。リリーフ阪神桐敷グッピッチ、はい、さあということでおしまいです。またね始まってどうなっていくか分かりませんけどもねやっぱ面白いねプロ野球ね皆さんも楽しんでいきましょう。それではありがとうございました。